はい、どうもお疲れ様です。ドクターです。今回は Z 線に Amazon で買ったパーツをつけてみたという動画です。ちょっと前に Z 線プラス Amazon というね、短くまとめた動画出したんですけど、それについての詳しい動画になってます。なのでまだ見てない方はね、そちらの動画を見ていただければ何を変えたのか分かりやすいかなと思います。で、この動画では一つ一つのパーツの価格だとか取り付け方、そしてボルトとかね、合わないもの、緩んでるものを交換した方がいいものなどあったので、それのね、アドバイス的な説明をねしていきたいと思います。では行ってみましょう。今回購入した商品はほとんどが中華製です。なので品質が良くありません。あと絶妙に価格が高いです。そして配送も1ヶ月から2ヶ月かかるものもありました。購入する際はしっかり確認してから注文してください。まず最初は、フロントマスターシリンダーカバー、価格2210円。このパーツは特に説明は、ありません。ゴムのパッキンは、付いてるやつをそのまま使います。ボルトを舐めないように気をつけることくらいですね。部品は外します。今ついてるハンドルグリップですが、前のオーナーさんが切って、左右とも短くなってるので、交換します。アクセル側はアクセルパイプまで、切られてるのでパイプも交換します。というわけで、スロットルパイプ、価格920円。次は、ハンドルグリップ、価格1467円。グリップなんですけど、これ取り付けミスりましたね。きつくて全然入っていかないですし、しかもグリップボンドも最初につけちゃったので全然入らなくて、でここ電気も通ってない場所なのでコンプレッサーも使えないんですよ。なので左側のグリップはドライバーでこじりながら無理やりはめて、その後にそのドライバーの隙間からボンドを取り付けましたね。次はブレーキ、クラッチレバー、価格4730円。はい、レバーの取り付けについては説明いらないと思うんですけど、まあ、クラッチのスイッチがね、レバーの下側にねついてるので、それをね外してやらないと、取り外しできなくなってますね。で、商品についてですが、調整式可動式のものになっていて、ボルトがね止めてあるところたくさんあるんですけど、全部ね緩かったりするので締め直してあげた方がいいと思います。で、締め直す時もこれちょっと構造が悪くて、締めすぎるとスパナがかからなくなるので、何枚かワッシャーをね、ナット側に入れてあげたらいいと思います。まあ、一番軸になるところのボルトだけでも日本製のものにすればよりいいのかなと思いますけど、ついてくるボルトでも問題ないですね。調整でショートレバーにしたかったんですが、思ったほど短くならなかったので、今は別のレバーを使ってます。今回バーエンドミラーをつけるのでミラーホールを埋めます。ミラーホールカバーキャップ価格680円。そして見にくいですがスマホホルダー価格1750円。どちらも説明不要ですね。スマホホルダーは説明書通りつくところにつければ大丈夫です。バーエンドミラーをつけるためにハイサイダー用バーエンド価格2489円。そしてバーエンドミラー価格4799円。ちなみにバーエンドミラーにしたいだけなら、ミラーに付属してるバーエンド使えば普通につくので別で買う必要はありません。次はエンジンスライダー価格1900円、かける2。本当はマフラースライダーだけどね。これはただつけるだけですね。
自分の場合スペーサーを入れましたが、そのままでも大丈夫だと思います。ネジのピッチが 1.25mm なので気をつけましょう。次はオイルピラーキャップ、価格1544円。ブレーキオイルキャップカバー、価格900円。これもゴムのパッキンは再利用です。しっかり締まっても、若干浮いたような見栄えになります。バラシャマス。六角スパナがあれば簡単に外せます。次は、インジェクターカバー、価格3556円。取り付けるためのボルト穴が、配線を止めるパーツに、内側から使われているので、少し緩めてパーツを取り付けます。まあ、いいかな。反対側は外して付けるだけです。次はラジエーターグリルガード、価格3856円。取り付けやすいように、保温を外しました。ちなみに赤色がなかったので、塗装を剥いでキャンディーレッドを拭きました。あと実は、もともとグリルガードが付いているので、見てわかる通り二重になってます。フェアリングボルト穴カバーキャップ。価格1999円。今つけているボルトが短くて締めれないので少し長いボルトに変えます。次はチェーンガード、価格3100円。取り付けるためにマフラーを外します。次は、バックステップ、価格1万1000円。シフト側は、付くところにつけるだけなので簡単です。ポジションの調整が終わったら、ネジの緩み止めを塗っておきましょう。でブレーキ側はマスターシリンダーとブレーキランプのセンサースイッチを付け替える必要があるので少しだけ面倒くさいです。しかもこの商品説明書がないのでどう付けたらいいのか、まあ、探り探り取り付けました。まあ、Amazon のレビューにね、画像を載せてる方がいたのでそういうのを参考にしつつ取り付けました。あとレビューの中に加工しないと取り付けできないっていうのがね書かれてたものもあったんですけど、
この Z 線の場合は特に加工の必要もなく取り付けることができました。最後にポジションの調整が終わったら、ブレーキランプがしっかりつくように、センサースイッチを調整しましょう。そしてこちらのネジの緩み止めを、塗って締めれば取り付け完了です。次は、エンジンサイドガード、価格3800円。この黒い樹脂のパーツを取り付けるボルトが長すぎるせいか、ボルトが黒いパーツを固定する前に止まってしまいます。カタカタくらいちょっとワッシャーかわせる。ワッシャーをたくさん入れて固定します。次はエンジン保護カバー、価格5900円。カラーの長さが微妙に違った気がするので、注意が必要です。中にある6つのボルトは、緩んでたので、締め直しました。反対側も同じです。次はフロントスプロケットチェーンカバー、価格2800円。この商品はかっこいいけど、すぐ汚くなるので、良くないですね。透明な板を止めてるボルトは緩んでたので、締めました。スタンドプレート、価格1899円。バルブキャップ、価格549円。タンクパッド、価格1550円。タンクシール、価格569円。ナンバープレートホルダー、価格1980円。最後にグリップアシスト、価格650円。というわけで総額68497円でした。外した外装を取り付けて作業終了です。はい、というわけで今回はこんな感じで取り付けしました。でね、マフラーも変えようかなと思ったんですけど、結構純正のマフラー気に入ったので、まあ、今回はね変えませんでした。また気が変われば変えるかもしれませんけど。で、今回取り付けた部品で運転に影響が出るパーツは、まあ、バーエンドミラーとバックステップかなと思うんですけど、まあ、バーエンドミラーに関して言うと、まあ、今回下側にね付けたので、まあ、ちょっとだけ見にくいかなっていう時もあるんですけど、まあ運転に支障が出るほどではないですね。普
通に使えてます。まあ、普段運転するときミラーに頼らずね、直視もしてるので問題ないんですけど、普通に、もちろん後ろ見えますし問題なく使えてます。バックステップの方は、まあ、調整いろいろできますし、まあ、人によって合わせれるので、まあ、ポジションすごく楽になりましたし、足首もね全然疲れなくなりましたね。シフトペダルの方がね滑りやすいので、そっちにねオーリングを入れてあげて滑り止めにして使いました。そしたらね結構良くなりましたね。はい、あと他のパーツは特に運転に影響が出ないと思うので、ほんと見た目だけちょっと変えたいっていう人はねおすすめだと思います。まあ、やっぱ中華製っていうこともね踏まえて購入する際はそこら辺気をつけてもらえればいいのかなと思います。はい、というわけで今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。まだね交換したパーツの映像を探しますけど、今後も、Z 線の動画出していこうと思っていますので、もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、次に変えるとすればマットガードをつけようかなと思ってます。結構ね乗ってみて泥跳ねがひどいんですよね。雨降ってなくても道路濡れてるだけで背中がもう汚くなっちゃうんで、まあ、次はそういう動画とか、まあ、バイクの動画出していくので、今後もよろしくお願いします。では、さよなら。